寺にあるんですけど、はい、その寛州寺にある灯籠と全く寸法が一緒。あ、うん、それで全く寸法が一緒で作るのを本家っていうんですね。うん、みんなこうアレンジしてしまうんやけど、これはもう寸法通りに作ったんです。でそれを本家って言います。はい、これは全部 手で削られてね。そうそう、これ一番難しいんですよ。この傘が薄い、はい、薄くて大きいでしょ、はい、これが値打ちがあるんです。またこうカーブしてるのがね、うん、自然なかなかね、作ってて変なとこに力がかかるとパカッと割れる、はあ、素晴らしい腕前ですね、うん、そうそう、さすがにこれは難しいんです、はい、誰でもできません、これはね、はあ、さすがですね、うん、これも祭壇、作者祭壇、はい、石材店、はい、これはどういう灯籠でしょう。これは西の屋、西の屋、はい、西の屋で、これもね、きちっとほら、あ、針引っこだらけやけど、はい、こうだから地震でもね、はい、地震でもこれ揺れるけども倒れない、落ちないんですよ、はい、うん、地震が起きたら。これは水面を掘ってないよね、うん、省略したの。これがほっかけ獅子、獅子なの。ほっかけ獅子、はい、これも手で掘られたんですね、細かく。そうそう、すごい。でこれが、これの獅子が下手くそがやるとこの獅子にならない撮ってますけど猫になる、猫になるなるほど、ほっかけに猫っていう、はい、サイラさんは素晴らしい。こういうほら、こういうふうにね、もう反り返ったみたいになるでしょ、はい、これが難しいの、はあ、のみだけでちょんちょんで、このまっすぐ普通やったらこうカッターで切ってしまうんやけどね、はい、でここもちょっと彫り込んどんですよ。彫り込んできちっとこう合うようになって、はい、すごいですね、ん、素晴らしい職人技ですね、これも。いや、こんなの当たり前ね、これが当たり前で、今までは当たり前でないわけや、はい、そこまで到達しない当たり前なんだ、はい、みんな素晴らしい、この腕前は、このプロの職人の腕になるには何十年という年月がかかるんですよね。だから若い人はね、その修行がなかなかできないの、うん、はい、でここへ来るとね、はい、あの西の屋が見返りの灯籠になるんですよ、見返り、はい、ということは今まで進んできてここで振り返るんですよね、はい、で振り返った時にこの延べ段の直線のラインが灯籠へビヤッとこう行くよ、はい、綺麗です。こういう演出の仕方が日本庭にはあるっていう、はい、すごい綺麗ですね、素晴らしいです。お気に入りこの飛び石もピチッとね、合ってますね、歩幅がちゃんと、うん、歩くときにピッチリ合ってます。足の長いのがちょっと狭いんですけどねでこちらに行きますと、ここは沢飛びっていう水の中に飛び石を持ってて、はい、でも小さい石だとね、はい、やっぱり足踏み外したら怖いから、はい、だから大ぶりの石を飛び石を据えてます、はい、山から水へ景色がこうめくるめくる景色でしょ、はい、こちらを見るとお城が綺麗に見えます。そうそうそう、これが借景なんですよね、はい、で他の景色を
見るだけが借景借景ってよく言われるんだけど、はい、借景っていうのはその対象物がね永遠不変のものでないと借景と言われ、はい、例えばあれが個人持ちの、丘とか山だったら、はい、いつこう開発で住宅に建つかわからん、はい、それは借景とは言われへんの。でもあのお城っていうのはもう永遠あの不滅のもんでしょ、はい、だから借景できる、はい、お城が借景で素敵ですね、うん、それはここだけ の, もうあの 特徴のある、はい、はい、これはこれはあの三崎道路、これも斉田さんですか。そうそう、三崎道路っていうんですか。三崎、まあ形はいろいろあるんだ、はいはい、可愛らしいですね、うん、こういうやっぱり三崎みたいになってね、はい、こう火を入れるとチラ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 こう揺らぐわけです、はい、それとここの飛び石の明かり取りになって、ね、はい、これはつけられたことありますか。あら小井さんがこれあの灯されたことありますか。 ありますよ。ろうそく入れられるんです。ああいいです。夜のライトアップの時どうやって開けるんですか、この蓋は。後ろから。後ろ。あ、ポコッと開くんですか。水に濡れて入るんですか、ということは中に。まああの足長いんでこうそうや、もう空中をねこうバタバタッと羽根を、ね、あそこに乗ることができるんですか。できます。すごいバランスがいいんですね。一回ちょっとデモンストレーション。冗談です。緊張して身体操の選手ですから。身体操。だけどムシムシですね。こんにちは。ご丁寧なご挨拶いたします。どうもどうもどうも。はい、次は。Now we're moving on to different gardens。はい、すいません。Mr. Kira, say go this way. So we'll come back to tea house and tea garden later。こちらはね。はい。通常あの観光ルートではないんですけど、はい、裏手なんですけど、はい、裏手にしても一切手を抜かないで作ってあります。さすがですね。そこは手抜きは一切ないです。しない、見えないとこでもきちっとするという、うん、で普通はね、はい、こういうあの側溝なんかでもね、はい、もうあの裏手やから U 字工で済ます場合が多いんだけど。 U 字工って何ですか。 U 字工はあのコンクリート製品の、はい、あのそういう排水のやつで、はい、あの済ますんが上等なんやけど、はい、ここはもう全部石で、はい、手抜きはやってません。手で全部これ入れられたんですね。そうなんです。すごい作業ですね、もうかわいそう。どうですか、まああのほらこういうね、やはり単にこう植物を植えただけの林じゃないんですね。やっぱりこう、はい、一本ずつをこう組み合わせてるっていう、はい、うん、造形美、はい、そういう造形美、白壁をバックにしてね、はい、この赤松のあのこの幹がこう、交差してくると。なるほど、ちゃんと計算して植えてあると。いやいや、もちろんもちろん、もうここも私が全部、はい、指導されたんですね。あ、これですか。これは何道路。え、これ三月堂。三月堂って言うんですか、うん、奈良のね、奈良に三月堂あるでしょ、はい、あの、どれの松明でこう、うん、お水取りする、はい、あそこにある灯籠の写しなんです。あ、そっくりそのままってやつです、写しっていうの。そうですよ。これも高座間基地と掘ってあるでしょ。それとこれ中のね、ここはこうあの建具が入ってないから見えるんだけど、ここへろうそくを立てるんですか。は、安物はこんなもん作らへん。見せてください。手間やから。はい、やっぱり最大はここまで気づいてある。すごいですね、うん、本当にそこへこうろうそくが立てられる、はい、はい、ポトポトと垂らしてね。そうそうそう。